お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はぁじゃないですよ、レッスン。はい、今ね、はい、またイジジレッスン。はい、もう、本当のレッスンが終わったから、またそうですね、イジジレッスン。はい、本当ね、ヒムデル、ヒムデルだ。はい、ヒムデルだね。今日はちょっとね、聞きたいことがありましてね。はい、レッスン、韓国語レッスンね。はい、なんか YouTube の方で、このイジジを見てね、はい、本当にレッスン受けたいみたいな人もね、結構問い合わせがね、あ、そうなんですか、ったりして、はい、なかなかね、来年はね、結構忙しくなりそうですけど。はい、そうですね。はい、それで、まあ、去年ですね。え、ああ、今年ね、今年の2010年、すみませんね、今年2010年。ただ、このね、そういう人たちが、レオ君がどういうふうにレッスン進めてるのか、まあ、わかる、ね、わかりやすくね、こういうなんか、イジジ韓国語レッスンが、はい、今5分ぐらいで、はい、それが90分になるみたいな、そういう感覚なんですかね。そうですね、今、うん、僕が本当に言いたいのは、うん、今みんなも大人ですよね、はい、みんな。そうですね、伸びてる方は、ね、確かに確かに、ほとんどはね。それで大人なんで、はい、なんか学校みたいな場所で勉強するの、はい、嫌なんです。今本当に韓国を興味持ってやるんだから、自分が、うんね、うん、今学校で勉強されるんじゃなくて、うん、自分が本当にやりたくてやるのだから。確かに確かに。今そんな感じで、今ちょうど終わったんですけど、はいはい、そんな感じです。今カフェみたいな、はいはいはい、そんな、ね、これうちの教室ですね。はい、そうですね。で二人でなんか友達みたいな感じで、うん、うん、なんか自分のことについて韓国語で勉強するんです。はい、はあ、はあ、じゃあフレンドリーな、そう、フレンドリーな感じで、ね、今維持韓国レッスン、はいはいはい、みたいなを90分、はあはあ、でもこれが本当にね、90分短いです、本当に。ほうほう、90分が短いってことは集中しちゃう。だから普通の塾で学ぶと、うんうん、みんなで学ぶから先生とコミュニケーションできないですよね。はあはあ、結局喋れないです、うんうん、でも維持韓国レッスン、はい、その今レッスン、はい、マンチューマンだから、絶対ここはマンチューマン、時間ないです。マンチューマンね、マンチューマンいいのは、はい、そう、生徒さんに合わせてやるんだから、はい、生徒さんが本当に分かってるかどうかを気づいて、うん、これ全部マスターしないとまた次行かないですね。はあ、ははあ、だから完璧にできますよ。じゃあその人一人一人に合ったね、はいはいはい、レッスンができるっていう。しかもその相手のことを聞くから、うんうんうん、自分のことを喋るともっと喋ってこなるじゃないですか、うんうんうん、だからそれでもっと生徒さんが喜んで喋ってくれるから、はいはい、韓国でね、はいはい、しかも例えばなんかこの前僕はちょっとね拝見したのは、はいはい、なんかソウルに旅行が決まった生徒さん、はい、そうですね、それ で、その前にちょっと旅行のためにそうですね、レッスンしたっていう、特訓してあったんですけど、でなんかすごい喜んでたような、そうです、これただ1ヶ月ですよ、うん、1ヶ月勉強始めて1ヶ月で韓国旅行に行ったんですけど、はあはあ、なんかその注文する仕方、今までそう1時間コレッスンでやったの、はいはい、それを教えてあげて、はい、それで喋ったの、本当に実際に、はあはあ、だからみんなそれだけでも全然韓国の旅行は楽しくなるんで、うん、確かに、あ、うん、1ヶ月ってことは大体4回ぐらい、そう、4回で全然それぐらいになるんですよ。なんかね、よくあるね、まあ、大きな学校とか行って、ね、大人数でね、受ける授業とかで1年とか2年経っても全然喋らない、喋れないみたいなね。だから2人でいると2人って喋るしかないですよ。喋るしかないよね。喋れないと思うと、はい、できないですよ、確かに確かに、はい、じゃあ集中力と、あとはもうそのクオリティ、はいはい、ね、これがすごい高いっていうね、はい、そこがまあだから、うん、マンチメンは本当におすすめです、僕は、はあ、語学語って、はあ、はあ、はあ、そうですね、まあね、他のね、英語、ドイツ語、フランス語ね、ロシア語、こういろいろやってますけど、すべてマンツーマン、はい、マンツーマンが一番絶対マンツーマンで、はい、自分に合わせて、時間も自分に楽な時間合わせて、なんか忙しかったらいっぱいいるじゃないですか、はい、その中でも勉強したい人は、うん、絶対本当にオススメです。確かにね、1年いて何も喋れないのに、そうですね、1ヶ月やっただけでちょっと喋れた方が意味がある。週1回でも全然、はい、全然違うんですね。週1回でも全然違う、はい、例えばハングル、はい、これ最初のね、みんなハングル難しいって思う、そうです、みんな思うんです、はい、これがね、ハングルはどれぐらいで、1回で終わりです。2回、これがそう保証します、僕は。ってことはまあ2週間、2週間で、まあ週1だとして、そうです、週1で2回、週2回やったら1週間で終わりみたいな、週1回でのちょっと勉強してくれたら、うん、1回で絶対終わります。はあ、はあ、ちょっと宿題みたいなね、はい、そういうのも出してね。はい、はあ、はあ、それはすごい。じゃあ、まあ、まずはハングルから。はい。ね、一応トライアルレッスン、はい、やってみれば絶対わかると思います。はあ、ははあ、じゃあトライアルレッスンね、はい、これELCT の、はい、ホームページの方から、はい、トライしてくれ。もう今年1月からね、はい、そうです、生徒さんの大募集、随時募集ね、はい、常に募集してるんですよね。
今ちょうどなんかあの生徒さんを募集特にしている。そうですね、来年からちょっと時間を今年ね、今年からそう今年からもうなんか、なんかまだ1年、まだ1月だからそうまだ慣れてない、ね、そう慣れてないですね。じゃあ2010年ね、はい、あの1月からもう、はい、新規生徒さん大募集中、もちろん、はい、もちろん遅れてもね全然大丈夫なんですけど、はい、すまあいつでもね。じゃあ2010年なんか目標を決めてやるとき、はい、じゃあ、うん、韓国語どうですか。韓国語いいですね。じゃあ韓国語2010年ね、目標韓国語を、はい、あのソウルに行ってもね困んないぐらいに。そうですね、よこしても全然喋る。あの旅行に行ってヒーローですね、もうね、その中でもすごい目立っちゃって、ね、だからなんか自分が好きな芸能人が喋るのをただですすぐ分かるように。なんかあの東方神起か歩いてたら声かけちゃう。そうですね、それいいな、ね、そのぐらいなら本当に僕は嬉しいです。はあ、そうです、わかりました。じゃあ今日はね、そういう感じでインタビュー、はい、インタビューレッスンについて、ね、レッスンについてのインタビューってことでねやりましたけど、それでは今年2010年韓国語の年っていうことでね、頑張りましょうみんな、頑張りましょう、はい、じゃあ僕も頑張りますね。じゃあ、カムサミダ、はい、カムサミダ。